続いてのほこたて対決こちらです。とある男はこう言う。僕の技術を使えばどんなシミでも絶対取れます。どんなシミでも落とす。こう語るのはシミ一筋20年中島剛42歳。中島さんが勤めるのは長崎県島原市にあるクリーニング店ドクターウォッシュマン。この店には中島さんの腕を信頼して衣類だけでなく靴やカバンまで、町のクリーニング店では落とせないシミがなんと全国各地から集まります。すごい。全国。男のシミへのこだわり、それは店の奥にある秘密の作業スペースにあった。そこには驚くべき光景が。どんなシミでも落とす男、彼のシミへのこだわりは店の奥にある秘密の作業スペースにあった。ここにはどんなシミでも落とせる道具が全て揃ってます。シミを落とす道具が全て揃っている。ここにあるのは世界中から20年かけて集められたおよそ500種類の薬品。私にかかって落とせなかったシミは一つもないんで。落とせないシミはない。クリーニング業界でもかなり落としにくいとされているカレーのシミ。落ちないんだ。果たして中島は鼻でシミの成分を分析、それに合わせて薬品をセレクト。これが男の勝負どころ。数種類を選んだ。調合した薬品をシミにつけ、ヘラでシミの層を薄くしていく。次に超音波で汚れの成分を浮かび上がらせると、仕上げは水蒸気を噴射。この3つの工程を繰り返すことでシャツの至る所についたカレーのシミを完璧に落としていく。作業時間10分。はい、できました。ものの見事にシミが消えた。シミは人類の敵ですから絶対存在しちゃいけないんです。シミは人類の敵。竹内さんもなんかこう、はい、なかなか落ちないシミなんてのはありますか？家に2、3カレーうどんを食べに行くときに、なんでそういう時に限ってって白いものダメですよ。白は全然ダメだね。白来ちゃって、跳ねちゃって、もう部屋着です。あら、でもカレーうどんは先ほど中島さんに手にかかればもう10分落ちてましたからね。送りたい。送りたい。送りたい。確かにね。ほこたて無事に